日本語を話すことができない外国人からの119番通報に対応しようと、消防で電話通訳を利用した訓練が行われました。新潟市消防局で行われた訓練、外部の電話通訳センターにいる職員とつなぎ、外国人からの通報の内容を即座に通訳する仕組みとなっています。新潟市で開かれる G7 関係閣僚会合を5月に控える中、外国人からの通報に的確に対応するために実施されました。外国人からの通報に対しても、こういった訓練を重ねて、通信員が常に冷静沈着な対応、的確な対応できるように取り組んでまいります。現地に到着した場合も想定し、通訳を介して症状などを聞き取る訓練も行われました。